かなかできなかったんだけど、たくさん練習してやっとできるようになったんだ。何が一番綺麗なんですか、先輩。かすみちゃん。なんだルビコちゃん、かすみを差し置いて先輩とおしゃべりなんてずいぶん偉くなったもんですね。何してるの？あ、りなちゃん、こんにちは。ルビーちゃん、こんにちは。今度、ユニットでライブやるって聞いた。楽しみ。見に行ってもいい？もちろん。嬉しいな。りなちゃんもライブやったんだよね。見たかったよ。イベントの公式 SNS に動画が。あ、でもあれは編集されたやつか。ちょっとかすみんを無視して喋んないでよ。ルビコ、かすみんもシャロンのライブ見に行くからね。うん、ありがとう。ルビーちゃん、誰と話してるの？あ、こんにちは。ダンスの動画見てくれた？かすみちゃんもいる。やっほー、みんな元気？はあ、チカ先輩にヨウ先輩。道理でルビコの後ろが騒がしいと思った。騒がしさならかすみちゃんの方が上。はあ、かすみんのどこが騒がしいって言うの？そっちも賑やかで楽しそうだね。みんなと話せて本当に嬉しい。電話なのが残念だくらいだよ。会いたいな。え、本当？ああ、おいでおいで、久しぶりに遊ぼうよ。あの、それなら来ない、飲まずに。ああ、おいでおいで、久しぶりに遊ぼうよ。泊まりがけならうちの旅館にどうぞ。あの、私も行きたい。久しぶりにルビーちゃんたちの顔見たい。リナ子ずるい。先輩、かすみも行きます。二人きりになんてさせないんだから。ルビーちゃんたちもいる。行き帰りは先輩と二人きりでしょ。